皆さん、ヤッホー、リクチャンネルのリクです。今日は、皆さん分かる通り、私最近ね、ダイエットをしているんです。で、コロナで、ジムとかそういうの行けないので、そしたらお父さんが、家にトレーニングスペースを作ってくれるっていうことで、私ね、一回自分の部屋をね、ちょっと片付けたりしてみたんですけど、いや、ベッドあるし、テーブルあるし、本棚とかいろいろあるし、無理じゃんって思って。で、そしたらお父さんが、そしたら、ここの使ってない部屋、片付けて、そこで使えばいいんじゃないって言ってくれたんですよね。あ、片付けて使えるのっていいんじゃないって思うじゃないですか。見てください、この部屋。はーい。こんな、汚いんです。やばいよね、もうこれは。ね、このスペース片付けろって言われてもさ、これどうしろっていうんだろうね。で、ね、私も本気出して、ちゃんとトレーニングさせたいとも思ってるので、この部屋を片付けていきます。はぁ、何時間かかるかな。はい、じゃあね、まずこの部屋ね、ずーっと撮影の時に使ったおもちゃとか、あと私のコレクションのスクイーズとか、いろんなものを置いてる物置部屋みたいになってるんですよ。で、あとハングリーちゃんはここにね、ここのスペースにいるんですけど、で、その他はもう物置です、全部で。お父さんはここのスペース全部片付けたら、ここでね、いろいろトレーニングのランニングマシンみたいなやつとか、その他もろもろ買ったりしてもいいんじゃないって言ってくれたので、頑張るしかないですね。あ、でもそもそもお父さん信用してないんですよ、私のやる気、そのトレーニングのやつ。なので適当に言ってると思うんですけど、私のやる気をこの部屋を片付けて見せちゃいたいと思います。ロッキーも手伝ってね。よし。主に段ボールがめちゃくちゃ多いので、で、このね、一番でっかい段ボールは、ロッキーとなんかして遊ぶときに、なんかでこれ自販機とかいろいろ作りたいと思ってるので、使うものはこのでっかい段ボールに入れていったらさ、まとまるじゃん。なので、この手作りのもの、DIY で使えそうなのは、ここに入れます。結構あると思うんだよね、段ボール。私ホコリアレルギーでめちゃくちゃこう片付けの時くしゃみ出てるかもしれないんですけど、申し訳ないです。で、あとこれスクイーズたちですね、私のコレクション。これ空っぽじゃ何も入ってない段ボール箱あるじゃん、コストコのバッグとか。で、これ私の大事な大事なね、フィッシャーズさんの人生ゲームですね。これ空っぽです、中は。で、あとね、これこれ中には夏服とかいろいろよく入ってるので、これはそのままでもいいんじゃないかなと思います。これは取りやすいところに置こうか。で、あと、これさ、ロッキーがさ、赤ちゃんの時に入ってたやつだよ。ねえ、ロッキー、覚えてる？この動画。ロッキー見て。おさえり。はい、見て、みんな比べて、このサイズ。ロッキーおさえり。で、これとかで、あと、紹介し終わったおもちゃとかあるので、早速、片付けていきますか。どのくらいかかるかな。頑張ります。よし、段ボール類たちかな。まずロッキーの DIY の時に使うやつ、このさ、これ使えそうだからまとめよう。入るか。入った入った。よし、これが入るかなんだよね。入るか。無理じゃん。しょうがないね、入んないから。どうしよう。じゃあ、しょうがないから、これもここ入れて、この段ボールにはこういうおもちゃとか入れよう。あんま使わないものとかは棚に入れちゃいます。ゆきみちゃん、ゆきちゃんたちが使った家ですね。懐かしくない？これ一旦使ってよ、あとで考えよう。そういうのさ。
これね、あの空っぽの箱なんですけど、大事な箱なのでこれは私の部屋行きます。お父さんのトロフィーです。何のトロフィーかは何でしょうか、言っていいのか。お父さんのトロフィーですね。これ大事だと思うんで。で、これもお父さんのトロフィーだと思います。多分見てみますか。おお、お父さんのトロフィーです。見える？ほら、すごいですね。はい、これね、私が小学3年生くらいかなの時にサンプルで買ってもらったんですよ。あかりのところ大きなお家で、よいしょ。で、あのクローゼットとかに入りきらない段ボールとかはここ一旦置いといて、スクイーズとかもどうしようかね、今考えてるんですよ。あ、ロッキーの思い出バッグです。本当に可愛いな、ちっちゃいバッグに入ってて。あ、皆さん見てください、すごいもう汚いんですけど、私が1歳わかんない、何歳かわかんない時に着たドレス。どうしたどうしたどうした、大丈夫？どうした？なんか食べた？変な。で、あ、見て見て、これ小学1年生の入学式に来たやつですね、多分。そうだよね、入学式かな。懐かしいんだけど、めっちゃあるじゃん。よし、ここ終わり、終了。ロッキー掃除機にビビってんのか。はぁ、疲れた。で、これ、お父さんのジム。お父さんがトレーニングしてた時の、なんだこれ重いね、15キロだって重いに決まってるわ。あ、正直だ。で、ここの段ボールとかは、あのまずね、これお父さんのベッド、後で組み立てるって言ってたので、これはすぐなくなるでしょ。で、これも自動販売機とか作ったら、多分もうすぐなくなるから、このでっかいやつ。これだよね、これおもちゃとかは、まあ、スクイーズとか減らしたら、もうこの中全部入ると思うから、だからこれもちょっとずつ、ちょっとずつ片付けてって。はい、皆さん、終わりました。びっくり、めっちゃ早い、じゃあ長くかかると思ったんだけどさ、超早く終わっちゃいました。はい、お父さん来ます、見て、超頑張った。はい、皆さん無事終了したということで、これでお父さんになんかトレーニング器具とか買ってもらいます。まあね、お父さんの部屋にジムはあるんですけど、あのランニングマシンとか私が欲しいのはないので、本当にめっちゃ嬉しいです。で、まあ、スクイーズ減らして、こういうのとかも、この中に入れたいなとかも思ってるのでね、まあ、ちょっとずつまた、広くしていきたいなって思います。で、これからね、私、お父さんにね、私の本気、見せていきたいと思うので、まあ、一番に買った方がいいトレーニング器具とかあったら、ぜひぜひコメント欄で書いてください。で、あとね、ダイエットのアドバイスとかもよろしくお願いします。で、これからダイエット企画とかどんどんやっていこうと思うので、一緒に痩せたいよって思う方、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。概要欄から私の SNS のフォロー、私のグッズも見てみてください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。はい、ロッキーね。はいね。びっくりしてんの？ロッキー何も手伝ってないからね。バイバーイ。